皆さん、こんにちは。2022年11月4日にプロテストを合格し、女子プロゴルファーとなった神谷そら選手。2023年4月23日を最終日に迎えた女子ゴルフの国内ツアー、富士サンケイレディスでツアー初優勝を果たしました。プロ昇格後半年足らずで優勝を果たした神谷そら選手を祝う声が多く上がっています。そして注目されているのがその賞金です。またその実力を培ってきた彼女の生い立ちにも興味が湧きます。しかし過去には不正を行ったという噂もあります。今回は神谷そら選手の蘇生に迫りたいと思います。神谷そらさんは2003年4月18日に岐阜県土岐市で生まれています。身長は168センチメートル、体重は58キログラム、血液型は AB 型、趣味は音楽鑑賞だそうです。神谷選手は父親の勧めで6歳でゴルフを始めます。小学生に入るとゴルフ大会に出場し、2015年には岐阜県小学生ゴルフ選手権で優勝しています。中学生に入ると全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権でも優勝しています。着々と実力をつけていく神谷選手は、中部日本女子アマチュアゴルファーズ選手権でも優勝し、全国レベルの大会でも活躍していくようになっていきます。その実力はどんどん開花し始め、中学2年生で女子ツアーに参戦するなど、女子ゴルフ界の将来に期待を覗かせる存在になっていきます。土岐市立土岐津中学校を卒業した神谷選手は、麗澤水波高校に進学し、ゴルフ部に入部しています。秋代カントリークラブと水波高原ゴルフクラブをホームグラウンドにし、プロを目指してきました。ところが、神谷選手は2021年のプロテストで失敗した後に、ゴルフが嫌になったこともあったと1週間ほど自宅に引きこもったことがあるそうで、落ち込む神谷選手を支えたのが両親でした。母、あゆさんは神谷そら選手が優勝した際に、ゴルフをやめたいと思うことはしょっちゅうあったと思います。でも、ちょっとずつ前を向いて、次のテストまで1年やったと思います、と過去を振り返っています。娘の背中を押すために当時共働きだった両親は神谷選手に車の免許を取らせたそうで、一人で練習場やゴルフ場に行くように自立を促しました。父哲司さんは仕事が終わると娘が練習しているゴルフ場や練習場に直行し、夜遅くまで付き合ってバックアップしていました。そんな両親の支えもあり、令和4年11月4日に一般社団法人日本女子プロゴルフ協会JLPGA のプロテストにトップで合格した神谷選手は、令和5年4月17日に水波市観光大使に任命されました。水波市観光大使の個人としては第一号です。神谷そら選手はアマチュア時代から飛距離がすごいと話題になっていたようです。アマチュア戦績は次の通りです。2015岐阜県小学生ゴルフ選手権優勝、2017中部ジュニアゴルフ選手権競技優勝、2017全国中学校ゴルフ選手権春季大会優勝、2017全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権優勝、2017中部日本女子アマチュアゴルファーズ選手権優勝、2018岐阜県ジュニアゴルフ選手権優勝、2018中部ジュニアゴルフ選手権女子12-14歳の部優勝、2019 JGA ナショナルチーム選出、2021中部女子アマチュアゴルフ選手権優勝、2022中部女子アマチュアゴルフ選手権優勝、2022 JGA ナショナルチーム選出。アマチュア時代の過去5年間には9回もの優勝を果たしています。そこで気になるのが賞金ですよね。プロゴルファーの賞金といえばすごい金額のものが多いですよね。アマチュアでは日本では10万円以下の賞金を獲得することができるので、神谷選手は合計で最大90万円を獲得していることになります。しかしプロとなると金額も一気に跳ね上がります。神谷そら選手の初優勝時の賞金の額はなんと1440万円でした。この優勝を経て今季通算を1633万円として前週の賞金ランキング72位から11位にジャンプアップを果たしています。
家族の愛情に支えられてきた神谷そら選手は、優勝インタビューで、ずっと近くで支えてくれた親だったり、コーチだったり周りで応援してくれた方々に感謝を伝えたいですと涙ぐみ、言葉に詰まって天を仰ぐ姿を見せました。プロとして素晴らしいスタートを切っている神谷そら選手ですが、ネットで検索してみると、ゴルフ失格、卵を産む、出場停止、不正といったネガティブな評判が並んでいました。どういうことなのでしょうか。神谷そら選手が今回ツアー初優勝の喜びを語った際に、アマチュア時代に決して忘れられない失敗をしたことがあることを明かしました。第一打を曲げた際に、同伴競技者が見つけたボールを打ってプレーを続行したものの、後から OB ゾーンでも自分のボールが見つかったそうです。どちらが正しいか分からず、そっちにもあったからって言われて失格になりましたと話した神谷選手は、試合会場で知り合いにプレゼントしたボールと混同する可能性もあると考え、自分のボールの中でも区別ができるようにマークを毎日入れないといけないと学びましたと話していました。ロストボールや OB になった時に周囲にバレないようにボールを落とし、プレーを続行することを卵を産むというそうで、この神谷そら選手の話を聞いたゴルフの有識者の方々からは、卵を産む行為をただの失敗と捉えていることに驚きの声が上がっていました。神谷そらさんの場合はアマチュア時代に卵を産む不正行為を働き、大会を失格となった経緯があるそうです。同じボールが OB エリアから見つかったのに、どっちが正しいボールか分かりませんでしたというのは苦しい言い訳かもしれませんね。神谷そらさんのアマチュア時代に卵を産む不正行為を働き失格になったのは、2019年のサンスポ女子アマゴルフ選手権での出来事なんだとか、なぜ卵を産んだのがバレたのかというところについては、以前から疑われるような行為を行っていたからだそうで、またやるんじゃないかと目を光らせていた人がいたことで発覚したそうですが、この件については全くと言っていいほど情報が出てきません。スポンサーからもみ消されているなんて噂もありますが、情報が少なすぎるので逆にどっちが本当のことかわからない状態です。もう少し詳細を調べてみると、この時の神谷そらさんは卵を産んだことを最初はぐらかしていたそうですが、周囲からの追及で認めたそうですので、本来であれば出場停止処分になるのではないかという行為なのですが、お咎めなしだったみたいですね。いかがだったでしょうか。子供の頃から才能を開花させ、アマチュア時代では数々の優勝を経験してきた女子プロゴルファー神谷そら選手、プロテスト合格後半年足らずで優勝し、賞金ランキング11位にまで這い上がってきた神谷選手、プロになってからもその実力は十二分に発揮されています。過去には卵を産む行為で失格になり、イメージダウンにつながってしまいましたが、人柄的にもとてもわざとだとは思いづらいですよね。今後も意図しない不正にも気をつけてほしいですね。神谷そら選手のこれからの活躍に注目していきたいです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。